Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. Soy Richie. Las frases útiles de hoy son基礎フレーズとそれらのパラフレです。今回はスペイン語で必須となる基礎の簡単なフレーズを紹介するんですが、ある程度学んできた人からしたら簡単すぎるよってやつだと思うので、一つ一つちょい難しいパラフレーズも一緒に紹介します。で、パラフレーズの方に関しては本当にちょっと難しくて、っていうのも例えば自分が男性か女性かだったり、相手が目上かそうじゃないかでちょこっとそのフレーズが変わったりもするので、始めたばかりの人は基礎フレーズだけで大丈夫です。ちなみに挨拶などは別の動画で紹介しているので出てこないです。今回も最後にまとめるのでついてきてください。では行きましょう。まず一つ目は日本語のはい、これスペイン語ではsiと言います。注意点としてはしじゃなくて、英語の海 sea を短く言う感じでsiです。まあ、簡単ですよね。なんなら、スペイン語勉強したことがない人も知ってるかもしれません。早速、パラフレーズです。それが、claro、claro。このパラフレーズも簡単だよって思う上級者もいるかもしれませんが、少しずつ難しくなっていきます。意味的にはもちろんで、例としては、こちらでいいですかみたいな質問に、si じゃなくて、claro と答えるとだいぶ自然です。では次行っちゃいましょう。はいと来たら、次は、いいえです。これは、英語の no とほぼほぼ同じですが、少し短く no となります。で、これのパラフレーズというか、少し長いバージョンとして、No, estoy bien. No, estoy bien. 意味的には、いいえ、大丈夫です。みたいな感じで、何かを自分に直接勧められた時に使える感じで、親切に断ることができるフレーズです。自分に対しての物事以外では使えないので注意してください。では次は、ありがとう。スペイン語では、gracias。gracias。だいぶ有名なフレーズだと思いますが、唯一の注意点としては、グラシアスじゃなくて、グラシアスとカタカナのシにならないようにしましょう。で、今度はこれのパラフレーズ。この場合、テアグラデスコ、テアグラデスコがあります。直訳すると、感謝しますみたいな感じで、スペイン語の感覚でも割と丁寧な感じがします。で、ここで注意しないといけないのが、目上の人や初めて会う人には、フォーマルにレアグラデスコの方がいいです。なので、カジュアルとフォーマルで意味を整理すると、テアグラデスコは感謝するよ。レアグラデスコは感謝しますって感じになります。はい。では次は、ありがとうの返しになる、どういたしまして。これはスペイン語では、デナダ、デナダと言います。短めで覚えやすいと思いますが、これのパラフレーズはもう少し長めです。それが、ノアイデケイ、ノアイデケイ。になります。これも割と親切な感じで、目上の人であってもそうでなくても使えるので便利です。ちなみにここまでパラフレーズは1個ずつ紹介してますが、実際一つ一つフレーズを深掘るともっともっとあるので別に紹介しますが、今回のメインは簡単の方の基礎フレーズなので、パラフレも1個ずつだけです。では次はごめんなさいを見てみましょう。スペイン語ではロシエント、ロシエントと言います。繰り返すようですが、いつもシの発音に注意してください。で、パラフレーズとして紹介するのが、perdón、perdón です。まあ、これに関して言うと、初心者の人でも覚えるといいと思います。なぜかというと、ごめんなさいだけじゃなくて、すみません、もしくは英語の excuse me みたいな意味も持つからです。人に声をかけたい時にも使えるっていうことです。では、あと2個だけです。次は、お願いしますを見てみましょう。スペイン語では、por favor、por favor。スペイン語でもどの言語でも知るのが必要なフレーズですよね。じゃあ、これのパラフレーズはどうなるかというと、podrías? podrías? 疑問形ですよね。語尾につけることで意味がお願いしていいですかとか、いいですかという感じでだいぶ親切です。ただ、先ほどの gracias のパラフレーズと同じような注意が必要です。というのも、目上の人や初めて会う人に対しては、フォーマルに podría? podría? とS を取った形に変わります。なので、カジュアルとフォーマルで意味を整理すると、podrías はお願いしていい、podría はお願いしていいですかという感じになります。例で言うと、otra vez por favor、otra vez por favor というフレーズがあります。これは意味的にもう一回お願いしますになるんですが、これを otra vez podrías、otra vez podrías、で、もう一回いいですかみたいな感じになるので、響きがいいです。じゃあ、最後です。それが、よろしく。スペイン語では、mucho gusto、mucho gusto。初めて誰かに会う時や自己紹介をする時に使えますが、最初にこのフレーズを言ってもいいですし、最後でも OK です。例えば、mucho gusto, soy Richie でもいいですし、soy Richie, mucho gusto
でも OK です。あとは会話を始めて最初でもその最後でも大丈夫です。ただこれのパラフレーズは最後につけるのが基本になります。なぜかというと意味があえて光栄ですみたいな感じだからです。それがエンカンタド、エンカンタド、だいぶ親切に聞こえます。ただ重要な注意点があって、これは男性が言う場合です。女性が言うときはエンカンタダ、エンカンタダになります。はい、ではここまでですが、今度は簡単にまとめましょう。まず、はい。スペイン語ではシと言います。このシの音は常に注意してください。これのパラフレーズはクラロ、意味はもちろんになります。次にイエ、これはノと英語に比べて少し短いです。これのパラフレはノ、estoy bien。自分のことに関してであれば、これで親切に断ることができます。次がありがとう、gracias と言います。パラフレは te agradezco ですが、目上の人には le agradezco にしましょう。意味は感謝しますみたいな感じです。次がどういたしまして、これは de nada と言います。パラフレは少し長くて、no hay de qué になります。これでだいぶ親切に聞こえます。今度はごめんなさい。スペイン語では lo siento ですが、パラフレは perdón、excuse me みたいな感じでも使います。次はお願いしますで、por favor と言います。重要なフレーズです。パラフレはte agradezco と同じような感じの注意が必要です。podrías ですが、目上の人には podría と s を除きます。そして最後がよろしくです。mucho gusto と言います。パラフレは encantado で、会話した最後に、もしくは自己紹介した最後につけるといい感じです。ちなみに女性の場合は encantada なので注意してください。はい。パラフレーズの方では形が変わったりしましたよね。それは不規則に変わっているわけではなくて、しっかり文法上のルールがあるからです。ただ、このシチュエーションではこれを使って、こういう時にはもう一つを使う、みたいな感じで、文法をまだ知らなくても、まずフレーズとして覚えるのもいいと思います。では、今回の動画は以上です。勉強になったと思ってくれれば、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、hasta luego!